ガンダルフ、ガンダルフは JRR トールキンの中津国を舞台とした小説、ホビットの冒険、指輪物語の登場人物。彼は魔法を使い、イスタリの一人で、白の会議の一員であった。灰色のガンダルフ、白のガンダルフ、などと呼ばれた。中津国のエルフが使うシンダール語での呼び名は、ミスランディア。ドワーフの呼び名は、サルクーン。 白い顎髭に青いとんがり帽子、長い杖がトレードマークで灰色のローブを身にまとっていた。登場時点では灰色のガンダルフと呼ばれていた。彼は人間の老人のように見えるが、実際は人間ではなく、西の海の果ての神々の住む国アマンから冥王サウロンに立ち向かう勢力を一つに束ね、彼らを助けるべく使わされた五人の賢者イスリの一人とされる。 実はその正体はマイアであり、アマンデの本名はオローリン、と言い,い、マヤールの中で最も賢明なものであったとされている。彼はローリエンに住まっていたが、マンウェイとバルダに仕えており、ニエンナから深い連盟の心を学んだと言われている。彼が中津国に到達した時、イロ港の領主、船作りキーヤ団から三つの指輪の一つ、ナルヤを譲り受ける。 ホビットの冒険ではビルボー、ドワーフたちの遠征に加えて、しばらく旅路を同行している。彼は、物語の途中で一旦姿を消し、その間に、闇の森南部の死人占い師、モルドールに潜む、以前のサウロンジロの会議の一員として攻撃し、撃退した。この経緯は、作中でも、簡単に触れられていたが、指輪物語では、さらに詳しく語られることとなる。 指輪物語では、フロドラ指輪の仲間と共に旅立ち、その途中で、南敵バルログと対峙して、一向とはぐれ危うく消滅しかけるも白のガンダルフとなって復活。サウロンの勢力に対抗する人々を助け、指輪を葬った後のフロドラとも再会を果たした。後に、フロドやビルゴラと共に、西の海の彼方、アマメへと去る。 作品発表当時の60年代後半、ベトナム戦争で自国の支配層に失望したアメリカの学生やヒッピーたちにガンダルフを大統領に、オスローガンにしたムーブメントが盛り上がり、デモ行進なども行われた。彼は日や光、煙を扱わせたら随一の花火使い、だと平和なホビットショーでは見なされており、彼の扱う花火の技はビルボ・バギンズが最後に ホビット賞で開いた111歳の誕生日、フロドバンズ33歳の誕生日でもあるのを祝いに、大いに花を添えた。また彼は火薬によらずとも、光と炎を操る力を持ち、こちらは、ホビット賞ではあまり知られていないものの、彼の元々の仕事である危険な任務に際し、重要な局面で発揮されている。メーケングラムドリング、ホビットの冒険で、 トロルの強奪品より発見されたお持ち、この剣を使うことも辞さない。その性格は、彼の操る火にも関連づけられる。炎のように激しく、また熱く、火のように明るく、また暖かい人物である。激しやすくもあるが冷静でもあり、これと同時に広く古い伝承に光を当て、多くの危機に警鐘を鳴らす人でもある。だがしばしば、彼が先駆けて警告する。 様々な事情が極めて不吉な事件であるために、蛇の下に至っては不吉の前触れと表現した。彼は一つところに泊まる代わりに、常に放浪の旅を続けており、人々を支配したり誰かに仕えたりする代わりに、その友となって力を貸して歩いている。交友も広く、諸国の王公、貴族に面識がある一方で、ビオルニア、トム・ボンバディル、グワイヒア、 ドゥネダインのような中津国でも強い力を持ちながら知る人も少ない特殊な存在とも交流があり、またブリー村のバーリーマンバタバーのような一階の宿屋の主人とも親しい。この人脈の広さも彼の力となっている。上述の通り火や光に関連したものも多いが、必ずしもそれだけとは言えないほど幅広い。使用する場面は比較的多くあるものの、 制約通り決して乱用はせず、要所要所の重要な局面に限られている。ただし、焚き木に火を灯したり、パイプの煙や花火を操る、飲食物の味を変えるなど日常においては、それなりに使用している模様。ガンダルフライスタリは、マイアとしての力を発揮することを禁じられているため、作中登場する彼らの魔法はそうした、マイアの力とは別個ものと考えられる。以下のようなものがある。 このルド語で、魔法、ガンドの心へのある妖精を意味するガンダールブルの英語化であるを語源とする。もともとこの名前は、ホビットの冒険に登場するドワーフの頭領に付けられていたが、彼が、当輪王険シールドに改名されたのに伴い、より魔法使いにふさわしとして、一行を助ける魔法使いの名前になった。エルフの呼び名である、ミスランディアは、シンダール語で、 灰色の放浪者という意味であり、灰色を意味するミトと放浪者らアンティアーで構成されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。